して、スリービーラボです。イエイ。やっぱりノリ悪いよね。ダメですね。ツアー直前スペシャルが悪いな、ね、やっぱり味噌じゃダメですね。味噌じゃダメですね。味噌じゃ、だけど、シュージすごいこと言ってやろうか。はい、うちのバンド、はい、年足して、はい、4で割ると、はい、30やねん。マジっすか。ぴったりになったね。味噌じバンドになりました。あ、やばいね。いや、ある意味、ほら、3B の3って味噌じの3って説明していこうよ、これから。いけるね。うん。なるほどね。うん。そういう感じで説明していこうよ、うん、今後。うん。ということで、週刊 3B ラボ始まりました、はい。今日はフルメンバーでお送りしたいと思います。はい、なぜ今回、フルメンバーかというと、はい、明日からツアーだ、光ツアーを100倍楽しむ方法スペシャル。イェイ。ということでですね、時間もないので早速ですが、今日の1曲目いきたいと思います。はい、スリーブラボで恋歌新ミックス版。それではですね、うん、はい、
今回のライブの見どころをあーじゃこうじゃ話していきたいと思うんですけども、うん、いここにボックスがあるんじゃけど、はい、そこで弾いていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速ね、はい、オッケー、いきます、はい、ツアー中の楽しみを、ツアー中の楽しみ、うん、はい、うん、ご当地メニュー、あ、打ち上げの時がすごい楽しみで、うん、最初はすごい怒られるんですけど、うん、怒られた後に食べる酒と飯がうまい、うん、これはもう楽しみですね、俺の中で。それは反省してないね完全に。ご当地メニュー、お前が食い物のことで、はい、そのなんだ楽しみにしてるっていうのはまだ早いな。あ、早い、うん、リーダー的にはいいじゃん別に。いや結構カチンときてる俺今。なんでいや、マジっすか。さすが、まあリーダーはね、はい、音とかを見なきゃいけないから、言っちゃえばうちのバンドマスターなわけだから、あのやっぱりちょっとでもミスるとさ、お前のミスがだけど、そういうリーダーはガラクタと手紙のサビのコードをよく間違える。あ、うん、確かにアンコールでね、アンコール聞いてんね。いや一番間違えてるよね、結構あそこのが一番ポイントやね、一番大サビのところ。リーダーもそこ頑張ってくださいよすいません、はい、はい、頑張ります。そうはい、自分でもこんがらかる言ってたからね、はい、自分は楽しみはですね、うん、やっぱりでも食だね、自分も、うん、あ、そう、なんか結構、うん、なんだろうな、こう監督じゃないの、いや、そんなことない、ま、たほら抜けるじゃないですか、抜けちゃうからね、ニンニンで抜けるじゃないですか、どこに行ってるからね、ニンニンで、あ、お忍びで、うん、いや別に、まあ友達に会ってたんやけどね、あれはそういう顔するからなんかまた富士山はい、はい、じゃあ飯ということで、飯です。ケンジは、うん、俺は、うん、楽しみ、ツアーの楽しみは、うん、なんだろうな、やっぱり、うん、今回キャンペーンで今回あのライブ会場の近くの、うん、あの県を回ってたんだけど、一、うんうん、人で回ったっていう寂しさあったから、はい、あ、これはまあみんなと回れる、うんうんうん、楽しみはすごくあるね、うんうん、まあ嘘だけどねまあまあまあ、なんだよ、そうは言ってもあれじゃねえかよ今俺もさ、なんさ、うん、なんだっけ、嘘、いやけどまあみんなでね、なんか俺は、うん、あのほら、あのローディーのサウンドクルーのメンバーとか、はいはいはい、あの舞台監督の丸さんとか、うん、なんかみんなでワイワイして、うんうん、まあ、マネージャーの千田もしっかり、はいはい、なんかみんなでワイワイしていく、う、ね、うんうん、のが楽しみです、うんうん、いや俺も、いや俺もそうなんで、なぜかっていうと、うん、俺は結構ほらリアルライフであの縛りが多いからね縛りが多いからそ、何そのリアルライフの縛り、ちょっとやばいんじゃないのそれ。いいんだいいんだ、いろいろあるよ、え、これどうすんの、これ奥さんと娘が見てたカミングアウト、カミングアウトいやだからやばくない、いいよいいよ、大丈夫、あの知らないから見方があなるべく見せないようにもう遠回りにこう、オフィシャルホームページからウェブラジオやってないっていうの家の中では起きてるんじゃないことだって、言ってないんでしょ言ってない、言ってないんだよね、うんうん、そうそうそう、で、マックだからしかもそうなんだよ、あ、うん、なるほどね、そうそう、うん、だからもうその縛りが多いから、うん、こうね解放されてる、解放されてる、なるほど、うん、次行くよ、はい、あんまりそれでも、はい、はい、次1曲目は恋歌です、おいおいおいもうよ、もう言っちゃうんですか、俺楽しみにしてるっしょ、多分みんなね、言うのかよ、いや、わかんない、この歌で、いや、わかんないじゃん、うん、ほら、二転三転してきてるからあの、前日だからこれ前日まだ二転三転してるバンドがやばいよねまあいいけど、別にそういうノリでね、いや、こういう歌かもしれないかもだから、あ, あ, あくまで、うん、こういう歌じゃない、じゃないと思うけどな、うん、言った後に、まあ、お楽しみって、はい、ツアーフラッグはどんなの、あ、まあ俺最近あのツアーフラッグのラフ画を、うん、あのマネージャー千田さんからですね、うん、あのメールでいただいたんですけど、うん、はい、見た、見た、うん、見た、見たよね、見た、あ、見たよね、あ、だから最終バージョン見てないんですか、最終バージョン、うんうん、最終バージョン見てるよ、え、マジですか、見てる見てる、お、ここの楽屋で見たと思う、あ、このスタジオの、あ、まあだけど明日ライブ会場行って、うん、俺らの背中にある、うん、ある、多分、いや、あのね、めちゃめちゃ、うん、和だね、和のテイスト、和のテイストで、うん、なんだろう、和なんだけど、うん、それなんか、西海岸なんだけど、うん、ちょっとロックな感じ、ロックなんだけど、うん、ああ、そういう意味でね、うん、
まあ、だるまだよね。巨大だるま。それ言ったら全部もうイメージ湧くじゃねえかね。巨大だるま。巨大だるまだよ。まあ、それをイメージにね、させてもらえるとね。はい。じゃあ、次行きます。はい。メンバーそれぞれの見どころは？あ、見どころ。見どころ。たまからね。たまちん。あ、うん。やっぱりね、ツアーはもう、こう、わっしょいわっしょいでね、夏祭りな感じなんでですね、まあ、自分叩くのはドラムなんだけれども、祭り太鼓は叩く。そんな、こう、気持ちで。祭り太鼓叩く気持ち。もう、そうそうそう。で、いきたいなと。なるほど。生に上げる感じで。ちょっと、口でボイパーでやってみて。あと、トク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 どうした俺、どうした、タイミング悪いな、中治な。悪いですね。うん、頑張りますよ。なるほどね。はい、まあ、まあ、ドラム見てくれっていうことやね。そうだね。うん、うん、中治は。そうですね、はい。前回ですね、結構僕、ストイックな感じでやってたんです。あの前回ですね、あのサングラスかけてたじゃないですか。そうそう、渋めにね、うん、やってたじゃないですか。うん、自分でもそういうつもりやったんや。なんであれサングラスかけてた、何言ってんすか。自分が言って、自分が散々こう言って、お前かけろよって自分が言ったじゃん。ツアーのリハーサルでな。うん、な。思いっきりみんなストイックな話してたの。お前なんかお前自分お前なんか足りねえよ。お前極端すぎるな、やっぱり。そうそうそう。お前いきなり他人行儀だな。お前の兄貴だよ。いや、言うとこは言うからね。ただ、ネガも、ネガも急に金口かよ。静かな感じになったんだよ。あ、じゃあ、ちょっとなんかギターあるから、このスタジオにはですね、なぜかギターとかめちゃめちゃ多いんですよ。スイッチがね。じゃあ、今回の修二のその、早弾き。大丈夫？じゃあ、花言葉のワンコーラスやってください。ワンコーラス。はい。はい。A メロからでいいよ。ワン、ツー、オバッタッセそこの、あそこ実は超早弾き。早いですね。ドゥク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 いってるよね。じゃあそこ、はい、カウントお願いします。ワン、ツー、ステわかっちゃう。
これ真珠。わかりますわかります。本当だお前。はい。わかんない。いいよ。じゃあ引きますね。大丈夫。じゃあ答えはこれです。ああ、それでもわかんないって。天然だよ。はい。ちょっと俺でもいいわ。答えは曲名、曲は分かるって。でも曲名先に言ってみろ。曲名やべえ、やべえ、なんで明日からもうドラム、トラ使うと思う。違うドラマ来てもらうよ。なにあ、なこの曲参加してないのか、たま。いや、やってるやってる。いや、バリバリこれやってる。これやってるか。ヒントこれ。ウィンドチャイムやってる。そうそう。あ、星と僕と君の歌。エリボン。当たり。当たり。音です。うん。ウィンドチャイム危ないね、多分。ねえ、あの、曲を俺歌ってきて。顔色悪いよ。やーべえなー。イントロドーンいきますよ。はい。はい。えだけやよ、今。ちょっと待って、これで分かったらすごいぞ、これ。僕がいるから君がいる。君がいるから僕がいるか。違う。違います。ちなみに。はい。ですね。あ、そうだね。ニンです。ちょっと舐めてるところ。俺の大事な曲を。じゃあ、これわかるでしょ。イントロです。はい。ああ。わかった。はい。スミレーション。これ悪いけど、微妙にイントロじゃないけど、イントロってあるから。あ、そうだっけ？なんか最初ね、渋いのが。あの、ケンジが弾くのはそこからみたいな。自分のことばっかじゃん。結局自分です。なになに？イントロ？これもうイントロじゃもはやなくなっちゃう。間のプレイ。間のプレイかい。これ分かってる人いないよ、まだ。あ、たま。星の砂？ピボーン。おー、すげえ。勝った、たまが。やべえ、たまに負けた。あー、そう。ここはもうソロガキ聞いてる場所だよ。あー、どこどこどこ。外しちゃいけないとこだ。じゃあ、あとは、じゃあ何しようかな。何しようか。はい、はい。はい。戦争でよ。おー、しょ。染み込んでないよ。いや、あれがわかる。いや、だって、明日から。途中から見てからさ。これ、明日はわかるよ。明日からだよ。わかる、わかる。イントロドン結構面白いね。面白い。まだ行こうか。いやいや、イントロドンじゃなくなってきてるけどね。そう。感想ドンになってきてる。フレーズドン。フレーズドン。じゃあ、何しようかな。まだ行く？まだ行こうかな。うん。なんか。いや、なんかって、曲振った時点でその曲正解になってしまう。はい、はい、遠距離。おー、すげえ遠距離してね。なるほどね。これだけで分かるんだ。すごいね。俺やっぱ、アップから入ってる。で、それ弾く、弾きます。はい、はい、戦争でええわ。そうだ、今回見どころといえばケンジが結構そうだよね。あ、今回俺弾いたかもしれない。だハンドの見どころもあるけど、ギターケンジのギタープレイで、しかも新しいサオをね。じゃあリーダーの見どころ。俺はね、大したことないんだけど、基本普段冷静に弾いてる場合があるから、一瞬どっかで壊れるところがあるかもしれない。そこを見逃さないで見てくれてたらいいかなと。壊れるし、前回夜音の時にやった時はハイウェイスターでぶっ壊れた。いや、壊しましたね。確かに確かに。もうね、ベースがチャンガチャンやってましたね。壊すんじゃねえかって。じゃあ次、はいはい、バン。ライブのアレンジは誰がしてるの？でもみんな、みんな、みんなですね。これ当たり前ですよ。うん、ライバーですよ。まあけどパフォーマンスとかはほとんど俺だね。そうだね。パフォーマンスはどうしたらいいかっていうのとか全部指示を出してます、メンバーに。じゃん。より盛り上がるためのポイントは、
やっぱ聞き込んできてもらうっていうのは、うん、あのもちろん新規織り交ぜて今回、うん、あのライブをする系、うんうん、あの日本もしっかり聞き込んできてもらったり、うん、あの昔の曲たちも聞き込んできてもらったら、はい、うん、ちょっとね本当アレンジ変えてやるから今回、うん、ある一曲は、うん、予想外の一曲があります、うんうん、これは本当予想外ですね、ちょっと楽しみにしてもらいます、はい、うん、じゃあ次、はい、ツアーグッズはどんな感じ、はい、ツアーグッズあるんですけどね、あるっすよ、今回やばいっすよ、これはやばいでしょ、ね、これまず今回うちわ、大きさめちゃめちゃかっこいい、うん、まずうちわがあるっつうことがね、そうですね、うわっしょい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 っていう感じでライブをしたい、そうなんだよね、で、あとこれとバッグ、エコバッグ、エコバッグ、エコバッグ、これも広げて、うん、で、これタオル、タオルいいね、これはいいね、タオル今回これマジで欲しい、これね、いいよこれ、っていうかこれおでこ巻いてたらかっこよくない、かっこいいな、いいですね、これトートバッグね、うん、で、今回は T シャツ、うん、T シャツ、今回なんと2種類、2種類、これ男版、男版、裏も、裏もね、結構かっこいいです、かっこいいね、うん、って思って、もう一度わし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 、うん、ね、はい、で、なんとですね、T シャツ、女性用もあります。おぉ、親切だね、うん。うん。最近入るね、形で。お前が言うとさ、全然入ってないから。お前、テレビ東京のレディースフォーじゃねえんだから、お前は。レディースフォー、いいとこついてくるな。すごい見てない感じの。そう。いいね。あの、生地もまた違うもんね。違うもんね、あの、こっちで。あの、ご婦人様ね。あのすごくいい最新のデザインになって、パリスコレクション、これはですね、パリスコレクションで発表されました、とてもいいデザインのものでございます、生地もしっかりしていてですね、ご婦人の皆様どうかこれ一品、今ならいくら3000円4000円わからないわ、どうぞご購入お考えください、裏方が分からない人どうす、絶対ねダメだなということで、リストバンドね、おなじみの、ね、今回ゴールドだよね、うん、あのなってます、ね、裏もね、うん、4人だから欲しいよっていう、うん、ということで、ツアーグッズあるんですけど、うん、じゃあ最後に、はい、ツアーへの意気込みは、おっ、おっす、自分からいきます、はい、まずですね、うん、楽しむこと、うん、あ、うん、あのさっきタマさん、お客さんの方を見るのもすごく僕楽しいと思うんですけど、うん、メンバーのこう、うん、なんて言うんだろう、顔を見るのも僕すごく個人的に楽しみで、うん、こうサングラスの奥からこう睨んでるわけですけど、みんなを、うん、それが睨んでるでもね、そういうなんだろう、ライブならではの、うん、もうすごく大事にしたいなと思っていて、はい、CD では綺麗な音じゃ聞けない、うん、生々しいライブをやりたいと思います、うん、はい、もう自分はもうワッシュワッシュでいきたいですね、やっぱりワッシュワッシュで、まあそうですね、ワッシュワッシュ、まあ俺はもうみんなね待ちに待って、くれたと思うんですけど、もう俺らが何千待ちに待ったと、うん、俺ら4人がだから、もう本当ね明日からスタートが楽しみなんで、うん、ぜひねみんなであの笑顔でライブ会場で会いたいなと思います、いやもうね最高のライブにするんで、うん、ぜひもうねもう楽しみだね、うん、明日から本当に、札幌も久しぶりだしね、うん、じゃけもう全国のみんな、うん、待っとってください、はい、って感じです、いはい、ということでですね、あのメールをね、はい、読みたかったんですけどちょっと時間が厳しいんで、うん、あの日本についてのメールは、はい、あのまた今度話したいと思います、以上ライブ直前スペシャルでした、はい、ということで早くも今週の週刊3ビラボも終わり、3ビラボツアー2007光が8月9日札幌からいよいよスタート、すごく楽しいライブになるのでお楽しみに、詳細はホームページに掲載してます、ついにあの PV ラボの第2弾9月19日にリリース決定、ああ初恋から光までの PV はもちろん、ケンジの自宅でレコーディングした恋歌雑貨スバージョンのメイキング映像や副音声でのメンバーによる PV 解説などお楽しみ満載なので楽しみにしていてください、あと秋以降ですね、みんなが超びっくりする。いろいろ考えていますよ。考えてる。今回もそれか。詳細は近日中に発表しようと思ってるんで、楽しみにしておいてください。うん、では番組の最後ということで、あのおそらく、はい、読んでみたいと思います、はい。アルバム日本聴きました。本当に日本が満載なアルバムですね。おそらく流してほしい曲があります。それは遠距離する愛です。私は何度か 3B のライブに行かせてもらってるんですが、みんなで歌う遠距離恋愛が大好きです。 3B ラボのメンバーと名前も知らない他のファンの人たちと一緒になってライブで歌えるからです。
みんなで同じ時間を共有できることは本当に素晴らしいことだし、すごい貴重なことだと思います。光ツアーでまたみんなで遠距離恋愛が歌えたらいいなと思います。ライブを楽しみにしてますね、福島県桃さんということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの曲を聴いてお別れです。これ多分歌うね。歌う、歌うね、もちろんでしょう、これは、うんうん、じゃあ聴いてください、遠距離恋愛、バイバイ。思い出たちよ。